自然にこう馴染んでいくというか、ここに来たお客さんが自然をこう感じていく、それもしかもこの都市である台北にあってっていうのは、すごく僕自身そこのところをじっくり考えなきゃいけないと思ってます。すごいこう派手 でそういう豊かさとか、そういった良さみたいなことではないんだと思ってます。少しシンプルだけど、なんか心地よくて、こうじんわり豊かだなって、ここにいていい時間が流れてるなって感じる、ことを作んなきゃいけないし、そういったことを、ゲストにも